はい、皆さんこんにちは、私は今後民主共和国の日本大使館の長尾と言います。 Bonjour à tous, je m'appelle Johnny. Et moi c'est Christelle.さて、私たちからはアフリカにある今後民主共和国について日本との関係にも触れながら紹介をしたいと思います。今日はジョニーとクリステルにはアフリカの伝統的な今後民の衣装を着てもらっています。アフリカのモチーフが散りばめられていてとても綺麗ですよね。ハロー、セパティ。今後民主共和国はアフリカ大陸のほぼ真ん中に位置していて、大きさは日本の約6倍、アフリカで2番目に大きな国です。人口も約9000万人と年々増えています。先ほど皆さんがご覧になったのがコンゴ川です。この川はコンゴを中心にアフリカの5カ国を流れていて、その流域面積は世界第2位で、長さは日本列島の南北よりも長いんですよ。このコンゴ川は水力発電によって電気を作ったり、大切な食料となるお魚などが取れたり、船で物を運ぶことができたりと、現地の人々の暮らしには欠かせない存在です。日本は1983年にこの川を渡れる大きな橋を建設するために支援をしました。今でもこの橋は日本とコンゴの友好関係を象徴する存在となっています。またコンゴは広大な熱帯雨林の森が広がる自然豊かな国です。そのため日本では見られない多くの動物や植物が生息しています。その一つがボノボです。ボノボはコンゴの熱帯雨林にだけ生息するチンパンジーに似た生き物で、絶滅の恐れが心配されています。日本はこの豊かな森林を守るため森林地図の作成などの協力を行っています。こうした自然豊かなコンゴですが、亡くなる国民の半分がエイズ、結核、マラリア、エボラなどの感染症が原因となっています。そのため日本は感染症の検査や研究、研修を行うための施設の建設や機材の整備を支援したり、日本の専門家が協力を行ってコンゴやアフリカの人たちが健康に暮らせるように協力しています。私はこうした日本の支援など日本とコンゴをつなぐ仕事をしていますが、日本の協力についてたくさんのコンゴの人たちから、日本の協力は素晴らしい、日本に行ってみたいと言ってもらえるととても誇らしく思います。中には日本語や日本の文化伝統を学びたいといった声も多く、大使館は日本語の授業を行っている現地の学校を支援したり、空手や柔道といった日本の伝統文化を紹介する行事を行っています。さらに日本はコンゴを含むアフリカの成長を応援するために今年の8月に北アフリカのチュニジアという国で日本とアフリカの首脳で開発のための会議を行います。私もこの会議をお手伝いするためにチュニジアに行く予定です。はい、ということで今後民主共和国の紹介でした。このビデオを見て、皆さんが少しでもアフリカや今後民主共和国について、関心を持ってもらえるととても嬉しいです。ジョニー、クリステン、ジュオメシプロトルコプラションズスジオ、それでは皆さんどうもありがとうございました。メッシー、オーバー。